皆さんこんにちは本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう高山政治若頭警察はついに本気になってしまったようだ食た正した警官の目の前で発砲し二人も射殺したのこれ以上見過ごすわけにはいかないのだろう 関東在住の暴力団関係者10月10日、神戸市の神戸山口組系、山県組事務所付近で暴力団関係者2人が射殺された事件で取材のため組事務所周辺にいた週刊式者らの中に丸山容疑者はいたとみられる。定例会が終了しても丸山容疑者はその場に留まり、近くに停めた車の中不審に思った警官が職室をかけ、警官が囲む目の前で、 丸山容疑者は車から飛び出して拳銃を発射、二人を射殺したのだ。殺害されたのは、いずれも山県組参加組織の組員だった。六代目山口組と分裂した神戸山口組との間の抗争は、今年に入って激化していた。4月には、神戸市内の商店街で、神戸山口組の二次団体祭、六代目山口組系組員に刺される事件が発生。また、 8月には新神戸き近くにある、行動会神戸事務所前で、行動会系の組員が3発の銃弾を受けた、事件も起きた。犯人はまだ逮捕に至っていない。暴力団に詳しいジャーナリストは、山口組にとって、最大の危機だと警告する。今回の射殺事件、8月に起きた事件の、返し、報復と見ていいと、10月18日に六代目山口組ナンバー2の、 高山政治若頭、うは正確には、はしごだか、が、府中刑務所から出所することになっています。その前に返しておかないと、タイミングをなくすと思ったのでしょう。でも今回の事件で、警察は、両組織を特定構想指定暴力団に指定する、可能性が出てきました。そうなると事務所は閉鎖され、5人以上で歩いていただけで、逮捕される。 実質的に壊滅に追い込まれる可能性が出ているのです関東に住む暴力団関係者はこう見ていた。今回の事件で行動会のトップまで責任を問われる可能性がある。そのため参加組織が行動会から抜けるという情報が飛び交っている。山口組が消滅し、兵庫県警は六代目山口組系、行動会参加の組員、丸山俊夫容疑者十八を 現行犯逮捕した。関連記事、六代目山口組、百人相手に八人で、伝説の武闘派が死去、事件を受け、それぞれ参加組織が独立するか、他団体の参加に移るかという事態になった。ヤクザ社会の勢力図がごっそり変わり。また新たな構想が起こりかねない事態が出所する、高山若頭は、今回の事態を収めることができるのか、愛知県警と兵庫県警。 大阪府警は13日までに、6代目山口組と、神戸山口組の対立構想が激化しているとして、山口組総本部や行動会事務山県組事務所など、両組織の主要な事務所、計19カ所に、暴力団対策法に基づき使用を制限する仮命令を出した。警察は、両組織が構想状態になっていると認定したことになる。丸山容疑者は、 警察の調べに対し、報復のためにやったと供述しているとの話もある。そんな構想状態にあると認めるようなものだ。どう確かに10日の射殺事件は計画的に行われた可能性がある。男は週刊誌の記者を名乗っていたんです。僕らが見ても、結構いいカメラを持っていた。ただ、組幹部らの顔写真を狙うわけでもなく、 建物の周辺を取っていたので何か変だなぁと思って現場にいた記者はもしかしたらヒットマンかもしれないと冗談で話していました。まさか本当だったなんて驚きましたよ。週刊式者現場は JR 元町駅から約750メートルの住宅街。この日は月1回行われる山県組の